大阪敬吉富士山の北麓吉田町から南へ一里の裾野の山中に誰が建てたのか一軒の物さびれた別荘風の館があるその名を学院荘と呼び 灰色の壁に這い広がったツタカズラの色も深々と後方はるかにガガたる顕微丸の怪異な溶岩大地を背負い前方に山中湖を取り巡るうっそうたる樹海を控えて小高い尾根の上に絵のように静まり返っていた洋画家の川口あた太郎がつじつまの合わぬ奇妙な一枚の絵を描き残したまま突然として怪しげな変集を遂げてしまったのは この静かな山荘の東に面した2階の一室であったそれは春も初めの珍しく晴れ渡った日の暮れ近い午後のことであるこの辺りにはついぞ見かけぬ3人の若い男女が赤外線写真のような裾の道をいくつかの荷物を下げながら巡り巡りやってきた見るからにかからしい2人の男は川口あたろうと そのの友人のコンゴーセージ女は阿ロ郎の妻フジ。やがて3人が学院荘の玄関に着くとあらかじめ知らせのあったものと見えて山荘に留守にする年老いた夫婦の者が一行を迎え入れたやがて浴室の煙突からは白い煙が立ち上り巻き終わる斧の音が辺りの樹海にさえざえと響き渡るけれども それから2時間としないうちに山荘へは黒革のカバンを下げた医者らしい男が慌ただしく駆けつけたり数名の警官が爆音もけたたましくオートバイを乗りつけたりして学院荘はただならぬ景色に包まれてしまったそれはまるで3人の訪問者が静かな山の家へわざわざ騒ぎの種を持ち込んだようなものだ。 ちょうど美しい夕暮れ時で分けても晴れた日のこの辺りは北西にそびえ立つ三坂山脈に焼くような入り火を遮られて辺りの尾根といい谷といい一面の樹海は薄闇に閉ざされそれがまた火のような西空の余韻を受けて鈍く炎赤く生き物の毒気のように生え返りそこかしこに点々と輝く鏡のような五個の冷たい水の光を散りばめて 鮮や寒々とかなたにき立する富士の姿をなよやかな薄紫の腰の辺りまでひったりとぼかし込む東の空にはけれどもここばかりはすねくれ者の本性を表した箱根山がどこから吹き寄せたか薄切りの枕屏風を立てこめて黒い姿を隠したまま夕闇の中へ落ち込んでいく。 やがて山荘の窓には明かりがともったその窓に慌ただしげな人影が映る言い忘れたが学院層は2階建ての洋館で北側に門を構え開花は5部屋2階は東南2部屋からなりその2部屋にはそれぞれ東と南を向いて1つずつの大きな窓がついていた川口阿太郎の死は このの2階の東部屋で発見されたまだ旅装も解かぬままにその上へ仕事着を着右手には絵筆をしっかりと握って部屋の中央にのけぞるように倒れている阿多郎の前には小型のイーゼルにほとんど仕上がった1枚の小さなカンバスが仕掛けてありパレットは乱雑に投げ出されて油壺のリンシードオイルは床の上にこぼれ 多分倒れながらアタロ郎がその油を踏み滑ったものであろうくの字なりに引っかくようについていた旧報によって吉田町から駆けつけた医師は検視の結果後頭部の打撲による脳震盪が死因であると鑑定し警官たちは早速証人の調査に取り掛か,かった最初に尋問を受けたのは金剛誠治で自分たちの先輩であり恩師にあたる津田白帝が 半年ほど前にここの学院層を買い入れたこと。最近川口と2人で学院葬の使用を白帝に願い出たところが快く承諾を得たので当分滞在のつもりで3人してさっきここへ着いたばかりであること死んだ川口は一行が白帝夫妻に送られて今朝東京を立った時から何か妙に腑に落ちぬような顔をしてひどくふぎ込んでいたが。 それでもこの家へ着いた頃からいくらか元気が出たこと事件の起きた頃には自分は風呂に入っていたことなお川口夫婦は2階の2部屋を使用し自分は別荘版の老夫婦と一緒に開花を使うようになっていたことなどを割に落ち着いた態度で答えた続いてたろうの妻藤は金剛と同じように川口が東京を出た時からの憂鬱について語ったが 夫のことでありながら打ち明けてくれなかったのでその憂鬱の中身がどんなものであるか少しもわからないことそれでもこの家へ着くと初めて見るこの辺りの風景が気に入ったのか割に元気になって自分の部屋に決めた東部屋へ道具を持ち込むと金剛へ早速1枚スケッチしたいから先に入浴してくれるよう言いおいて自室へ閉じこもってしまったこと 自分はその隣の南部屋で荷物の整理をしたり室内の飾り付けをしていたこと5時ごろに東部屋で人の倒れるような物音を聞いて駆けつけそこで夫の死を見つけたことなどを小さな声でつぶやくように答えた別荘版の老人戸田康吉は事件の起きた5時ごろの前後約1時間というものは浴室の裏の広場で薪を割り続けていたといい 〈その妻の富は吉田町まで買い出しに出ていたと答えた〈4人の陳述は割合に素直で一見阿太郎の死と何の関係もないように思われたが先にも述べたように絵筆を握ったまま倒れた阿太郎の傍らに書き残された妙な一枚の写生画がその場に居合わせた洋画趣味の医師の注意を少なからず引きつけたのだ〉 さてその問題の絵というのは6号の風景カンバスに直接廟法の荒いタッチで描かれた富士山の写生画であるがカンバスの中央に大きく薄紫の富士山が上段の夕空を背景にくっきりとそびえ立ち下段に目前5 6 0メートルの風景として一群れの子立ちが一様に白緑色で塗りつぶされていた画面も小さく構図も平凡で 絵としてはごくつまらない修作であるが、元来、川口阿多郎は、その属している画界のひどく求心的なのに反して、阿多郎自身の画風はどちらかというと穏健で、写実派の白帝の門人だけに堅実な写実的画風をもって、むしろ得意な新人として認められていた。ところが、たびたび言うように、この学院層の位置は富士山の北麓であり、 2階における部屋の配置は東南2部屋に分かれてそのおののに東と南を向いてそれぞれ1つずつの大きな窓が切り開かれていたがそれにもかかわらずこの土地へ初めて来たという写実派の阿太郎がその東側にドアの開いた東部屋に閉じこもって夕暮れ時の富士山をスケッチしたというのだ早い話が川口阿太郎は 東方の景色しか見えない東の部屋にいて南方に見えるはずの富士山を射精していたのだつまりすぐ隣の南部屋へ行けば十分見ることのできる富士の風景をわざわざ箱根山しか見えない東部屋に閉じこもって射精していたというのだこれは確かにおかしいここへ洋画趣味の医師が疑点を持ったのだ すると「たとえ写実派の川口でも時には写実を離れて頭だけで描くこともあろうではないか」と金剛誠治が横槍を入れたけれども医師はこの絵が決して頭だけで描かれた絵ではない証拠として彼が先刻この家に着いたばかりにこの2階の隣室との境の廊下でちょうど開け放たれていた南部屋のドアを通して まだくれきらぬ南部屋のドアの外にこの油絵と全く同じ風景を見たと言い出したそしてあっけに取られている人々を尻目にかけかばんを片づけて抱え込むと帽子を無造作にかぶりながら振り返って吐き出すように言った「ですからこの絵はこの部屋の窓から見えるべき絵ではない」と同時に明らかに あちらの南の部屋の窓からのみ見える絵なんです。まあ、明日にでもなったら、試みに調べてごらんなさい。二医師の主張は、翌朝見事に確かめられた。2階の南部屋の窓からは、なるほど医師の言う通り、 川口阿多郎の書き残した写生画と寸分たがわぬ風景が明らかに眺められた「中天にかかった富士の姿」といい「目前5 6 0ルの近景にある白禄色の木立」といい朝と夕方とでは色彩の上に多少の変化があるとはいえ全く疑うことのできない風景だったしかも一方明らかに阿多郎の書き残した写生画はさきにも言ったように 色々の絵の具を幾層にも塗り上げていって最後に仕上げをする下塗り描法ではなく一見して最初から大胆直祭に描写の最後の目的の色で描き上げた直接描法であるからこの絵はこれでほとんど完成されたものであり色彩の上にも明らかに疑いを差し挟む余地はなかったもっとも阿太郎の倒れていた東部屋の窓からも 目前五六十メートルのところに南部屋の窓から見えるのと同じような形の一群の子たちがあるにはあるがこれは明らかに白緑色ではなく明るい日光のもとにはっきりと暗緑色を呈していたそしてその子たちの彼方たには疑いもなく箱根山の一団がうねうねと横たわっていたもはや事態は明瞭である警官は この絵が描かれた時の阿太郎の所在に対して疑いを集中していった死人に足が生える。このような言葉があるとすればまさにこの場合には適当で南部屋で死んだアタ太郎が一人で東部屋まで歩いてきたなどということがない限りどうしてもこの場の事態を取り繕うためにはまず誰かが南部屋で窓の外を射精したアタ太郎の後頭部を鈍器で殴りつけアタ太郎の死を認めると 何かの目的で死体を東部屋に移し替え描きかけていた絵の道具もそっくりそのまま東部屋へ運び込んでいかにもタ太郎が東部屋で変死したかのごとく予想はしたとしか考えられなくなるすると「タ太郎の死体を運んだりそのようないかがわしい装いを凝らしたのは一体誰か?」と開き直る前に当然警官たちの疑惑は「 事件の当時ずっと南部屋にいたという阿多郎の妻藤の上へ落ちていった藤は怪しい川口藤の陳述に嘘はないか阿多郎が南部屋で殺された時にその妻の藤は一体そこで何をしていたのかそこで太っちょの司法主任はもう一度改めて厳重な尋問のやり直しを始めた ところが2度目の尋問においても川口富士の陳述は最初のそれと少しも違わなかった続いてなされた金剛誠司も別荘版の戸田夫婦もやはり同じように前回と変わりはなかったそれどころか金剛と戸田康吉は川口富士が事件の起きた当時確かに南部屋を離れずにしきりに窓際で荷物の整理をしていたのを 一人は裏庭の浴室の湯に浸りながら一人はその浴室の裏の広場で巻き終わりながら2階の大きな窓越しに見ていたと言い合わせたように力説したそうしてしばらくしてその姿が急に見えなくなったかと思うとすぐに再び現れて下にいた自分たちに大声で阿太郎の死を知らせたのだと戸田が付け加えたすると川口富士は、 荷物をも運んで偽の現場を作り上げるなどという余裕は持たないことになるけれどもこれとでも2人の証人の言うことを頭から信じてしまう必要はない仮に信用するとしても湯に浸ったり巻き終わりながら少しも目を離さずに2回ばかり見ていたなどということがありようはずはないではひとまず仮に富士を潔白であったとすれば 一体誰が阿太郎を殺して運んだのか富士とアタロウ以外にもう一人の人物が二階にいたと考えることはできないか地方主任はうんざりしたように椅子に腰を下ろしながら富士へ行った奥さんもう一度伺いますがあなたが南部屋で荷物の整理をしていられた時にご主人は あなたと同じ南部屋で絵を描いていられなかったですか主人は南部屋などにはいませんでした。そんなはずはありません。では、廊下へ通じる南部屋のドアは開いていましたか開いていました。廊下にご主人はいませんでしたかいませんでした。ご主人以外の誰かは 誰もいませんああ<ー>司法主任はわりに落ち着き済ました美しい富士の目くまの辺りを見つめながら「これでこの女が嘘をついているとすればまるっきり何のことはない」と思ったそして決心したように立ち上がると「参考人」という名目で金剛と富士の2人を連行して本所へ引き上げることにした にがりきって一向に従った金剛誠二は警察署のある町まで来ると昨日東京をたった時に見送ってくれた別荘主の津田白帝にまだ令状を出していなかったことに気がついたそこで郵便局へ寄り道して令状ならぬ事件突発の長い電報を打った白帝からはいつまで待っても電報の返事は来なかったがその代わり その日暮れ近くになって白帝自身一人の紳士を連れて倉庫としてやってきた紳士というのは白帝とは中学時代の同窓で今はそうそうたる刑事弁護士の大月大治だま弟子の変死と聞いて少なからず驚いた白帝が多忙の中を無理にでも頼んで連れてきたものであろうやがて二人は司法室に出頭して 主任から詳細な事件の顛末を報告されたけれども話があたろうの書き残した疑問の絵のところまで来るとなぜか白帝はハッとしてみるみる顔色を変えると眉根に皺を寄せて妙ににがりきってしまった3司法主任は さすがに白帝の微妙な変化を見逃さなかった事件の報告は急転して猛烈な陰険な追及が始まったが白帝もさすがに人物だあれこれと取り繕って必要な主任の追及を翻すようにしていたがけれどもとうとう力尽きて語り出したどうかこのことは、 死んだ者にとっても生きている者にとっても大変不名誉なことですからぜひともここだけの話にしておいてください川口と金剛とは二人とも10年ほど前から私が世話をしていますので私どもと二人の家庭とは大変親しくしていましたがこれは最近私の家内が知ったのですが 川口の細君の藤さんと金剛とは、どうも、どうも、まあ、手っ取り早く言えば、面白くない関係にあるらしいんです。ね、大変私どもも気をもんだのですが、当の川口があの通りの非常な勉強家でして、仕事にばかり没頭していて、さっぱり気がつかないのです。 それに、あの男は大変神経質で、昨日小さな男ですから、うっかり注意してやっても、かえって悪い結果をもたらしてはと思いまして、それとなく機会を伺っていたのです。ところが、つい四五日前に、二人で学院層を使いたいからと申し込まれましたので、早速貸してやりました。けれども、 昨日、東京を出発した際、私ども夫婦で見送りに来たんですが、てっきり二人だけと思っていたのに、川口の彩君も同行するのだと言ってついてくるので、少なからず驚いた次第でした。何も知らない川口は川口で、当分滞在するのだなどとすっかり無邪気にはしゃいでいますし、私どもは大変心配しました。で、 こちらへ移って三人だけの生活がどんなになるかと思うと、うっかり私もたまらない気持ちになりまして、発射間際にちょっとの隙を捉えて、ついそれとなく川口に、あちらへ行ったら富士山に注意しなさい、と言ってやりました。後で後悔したのですが、やっぱりこれが悪かったのです。と、おっしゃると、 司法主任の声は緊張しているつまり私が白帝はちょっと戸惑ったすると主任がすかさず畳みかけたああ分かりましたつまり富士山は富士山に通ずなんですねいえそういうわけでは。 ああいや、よくわかりました。これはすっかり考え直しだ。そう言って、司法主任は、椅子の中へ反り返りながら、おかげで何もかもわかり始めました。あの疑問の中心の妙な油絵も、こうわかってみれば、誠に理路整然としてきますよ。そうだ。まったく今になって考えてみれば、 あの富士山の絵もやはり南部屋で描かれたものではなく東部屋で被害者の死に際に描かれたものですねあの東部屋の床の上の油のこぼれ具合といいその上を被害者の足の滑った跡の具合といいまったくあれは偽物にしてはできすぎていますよあの死体は南部屋から運ばれたのではなく はじめから東部屋にあったんですね。つまり、今あなたのおっしゃったように、金剛氏と不義関係にあった被害者の妻が、南部屋で荷物の整理をしながら、ちょっとの隙を見て東部屋へ忍び入り、これから射精をしようとしていた被害者を後ろから殴り殺して、再び南部屋に戻り、知らぬ顔をしている。一方、断末妻の被害者は、 倒れながら自分に危害を加えた妻を見て恐怖にひっつりながらも死に物狂いで目の前のカンバスへちょうど持ち合わせた絵筆を振るって加害者の名前を書くいやーこれは傑作だ藤は夫人に通ずる全く傑作です司法主任は相手に構わず一人で満足している こうして白帝の意外な陳述はたちまち藤の立場を真っ暗な穴の中へ陥れてしまった死体の運搬説は転じて奇妙な遺言説となり警察司法部は画然色めき立ってきた一方津田白帝は自分の証言が意外な波紋を引き起こしたのにすっかり狼狽してしまい事態の収拾を大月弁護士に投げ出してしまった そこで大月はいろいろと作戦を練った上容疑者の検挙に何らの物的証拠のないのを主要な武器として今度は直接警察署長に向かって猛烈な運動をし始めたその折衝は翌日の昼まで続けられたそしてその結果これは大月の名声も大いに預かって力あったことは否めないのだがひとまず容疑者の検索は延期になり やがて一行は学院層へ引き上げてきたそしてその翌日東京に送られる阿太郎の死体と一緒に津田白帝と川口富士は葬儀その他の準備のために私服警官付き添いの上で上京し一方弁護士の大槻大治は学院層に踏みとどまって金剛政治を表面助手として内心ではこいつも同じ穴の無地灘 Y と密かに監視しながら 事件の解釈と新しい証拠の収集に没頭し始めた阿太郎の残した奇妙な油絵については大月はその絵を一目見た瞬間から司法主任の遺言説に深い疑惑を抱いていたもしも阿太郎がその断末魔に臨んで自分を殺した者が妻の富士であることを第三者に分からせるためにあのような富士山の絵を書き残したと解釈するにしては あまりにもあの絵には余分な要素が多すぎる例えば木立だとか空だとかそうだもしもタ太郎が妻の名前を表すために描いた絵であったなら富士山一つで十分だあのようないくつかの余計な要素をしかもあれだけ純然たる絵画の形式にまとめ上げるだけの威力が既に式に臨んだタ太郎にあったならばもっと直接に 文字で例えば「富士が殺した」とかあるいは「犯人は富士だ」とかまだまだいくらでも表しようはあるいや何よりも窓際に飛び出して絶叫することすらできるはずだ問題はもっと別なところにあるに違いない2階の盗難2部屋の間をコツコツと行き来しながら終日大月は考え続けた けれども一向初行は見えない。翌日は別荘版の老婦人を改めてひそかに観察してみたがこれとても何の得るところもなく終わった大月の巧妙な束縛を受けて鎖のない囚人のように学院荘に留められた金剛はといえば割に平気で時々付近の林の中へ出かけては何かと写生してきたりしていた。 けれどもその絵を見るとそれはこの地方が地形上特に鈍天の日の多いせいか大体は金剛の画風にもよるであろうが嫌に陰気で妙にジメジメした感情が画面に盛り上がっているのだ大月はその度に画家というものの神経を疑いたくなった次の日の午後気合わせた警官から東京における阿太郎の会話の結果を聞かされた けれどもそれは先に挙げた平凡な後頭部の打撲による脳震盪が死因であるという以外に変わったニュースはもたらされなかったそして大月はふと犯人が阿ロ郎を殴りつけた鈍器を探すことを思いついて2階へ上がっていったけれどもこの仕事はなかなか難しかったアタロ郎の後頭部は狂気に半然と付着するほど出血したのでもなければ また狂気の何たるかを示すほどの骨折をしたのでもないこの場合おそらくステッキでもこん棒でもまた花瓶でも木箱でも凶器となりうる大月弁護士は日暮れ時まで2階の床をコツコツと鳴らし続けていたがやがてどうしたことか急に階段を下りてくると別荘版の戸田を大声で呼びつけたそしてしきりに首をかしげながら 妙だとつぶやき始めたがやがて安吉老人がやってくると幾分震えを帯びた声で「おい君変なことを聞くかね ?2 階の東部屋の窓から30軒ほど向こうにちょっとした木立が見えるだろうはい!」と安吉老人は恐る恐る答えたすると あの子たちは今日よその木と植え替えたのかねそ、そんな馬鹿なはずはありません。第一旦那様。と、安吉は目を見張りながら。あれだけのものを植え替えるなんて、とても一日や二日でできることではありません。ああ、妙だう。どうかいたしましたか ででもなくなったんですか。違う。いや、確かに妙だ。時に、金剛さんはどこにいるただいま、お風呂でございます。そうか。大月は、そのまま二階へ上がってしまった。四その翌日は、 珍しく上天気だった司法主任を先頭にして数名の警官たちがこれでもう何度目かの凶器の捜査にやってきた大月にまでも援助を申し出た彼らは2階の洋服ダンスの隅から階下の台所の流しの下までいわゆる警察式捜査法でバタリピシャリとしらみつぶしにやり始めたが今日はほとんど1日かかって午後の4時ごろ ととうとう司法主任は歓声を上げたそれはもう今までに何度も何度も手に取って見ていたはずの事件当時阿太郎の死体のそばに転がっていた細長い1個の絵の具箱であった警官の司法主任はついにこの頑丈な木箱の金具のついた隅の方に端なくも一点の針でついたような血痕を発見したのだ 主任は学院層を引き上げながら勝ち誇ったように大月へ行ったどうやらこれで物的証拠も出来上がったようですな弁護士は軽く笑って受け流したけれどもやがて一行が引き上げてしまうと何を思ったのか大月はさっと2階へ上がっていったそうして東部屋の窓を開けると手すりに腰掛けて 魔法のように外の景色に見とれ始めたいつ見ても晴れた日の樹海の景色は美しい細かな柔らかな無数の起伏を広々と果てしもなく押し広げて彼方には箱根山が今日もまた桟切りにすっぽりと包まれて深々と眠っていた裏庭の広場には薪を割る安吉老人の斧の音がいつもながらさえざえと響き始め やがて静かな宵闇が辺りの木立にひたひたと這い寄ってくる浴室の煙突からは白い煙が立ち上がり薪き割りをしながら湯船の金剛とかわしている安吉老人の話し声がボソボソとつぶやくように続くとみばあさんは夕げの支度に忙しいまもなく学院荘ではささやかな食事が始まったが 大月弁護士はまだ2階から降りてこない心配した乙美ばあさんが階段を上り始めたと重い足音がして大月が降りてきたけれどもやがて食卓に着いた彼の顔色を見て乙美ばあさんは再び心配を始めたわずか1時間ばかりの間に2階から降りてきた大月はまるで人が変わったようになっていた 結色はすぐれず寮の目玉はありゆうべからざる者の,の姿でも見た人のようにうつろに見開かれて食器をとる手は内心の興奮を包みきれずか絶えず小刻みに震えていた大月は黙ってそそくさと食事を進めた食事が済むと何を持ったのかステッキを下げて闇の鼓貝へ出て行ったそして東側の林の方へ 妙な散歩に出かけ始めたが間もなく帰ってくると人々の相手にもならず黙り込んで2階へ閉じこもってしまったみんなは口もきかずに顔を見合わせる翌朝司法主任が元気でやってきた昨日の家宅捜査で見事に物的証拠を挙げた彼は 東京における阿太郎の葬儀が済み次第藤を検挙する旨を満足げに話したけれども大月は一向浮かぬ顔をして上の空で聞いていたがやがて主任の話が終わると突然意外なことを言い出したあなたはまだ川口が殴り殺されたのだと思っていられますねな何ですって立派な証拠がもちろん その証拠に狂いはないでしょう。川口の致命傷は確かにあの絵の具箱の隅で付けられたものに違いありますまい。けれども川口はあの絵の具箱で殴り殺されたのではないのですよ。というと一人で転んだ時に絵の具箱の隅に触れたんです。とんでもない川口は立派な遺言を残して、 あれはそんな遺言じゃありません。もっと他に意味があります。というとそれが非常に妙なことで、とにかくあの事件の起きた日の日没時に、この東部屋の窓に実に意外な奴が現れたんです。そいつは私たちにとっても確かに一興に値する奴なんだが、特に川口にとってはいけなかったんです。 でびっくりした川口は思わずよろよろと立ち上がった途端に左手に持ったままのパレットの油壺からこぼれ落ちた油をうっかり踏み滑って後ろにあった絵の具箱へ後頭部を嫌というほど打ちつけたのですこれが川口あたろうの疑うべきもない直接の死因ですちょっと待ってくださいあなたはさっきから何か盛んに話していられるようだが 私にはさっぱりわかりません。先日、私が川口富士を容疑者として連行したときに、あなたは私が物的証拠をつかんでいないのを責められた。で、ちょうどあの場合と同様に、今、あなたの言われる話について、何か正確な証拠を見せていただきたい。わかりました。と、大月もいささか向きになった。 必ずお目にかけましょうが今直ちにというわけにはまいりません私の方からお招きに上がるまで待ってください必ずお目にかけます司法主任はくるりと後ろを振り向くと足音も荒くさっさと帰ってしまった5さて 大月弁護士が司法主任へ約束を果たしたのはそれから二日目の天気のよく晴れ渡った日暮れ時のことであった大月と司法主任は東部屋のソファーに腰掛けて窓の方を向いてお茶を飲んでいた司法主任は相変わらずご機嫌が悪い苛立たしげに下打ちしながらやがて大月へ行ったまだですかええ まだ出ないんですかええ、もう少し待ってください。そこで司法主任は改めてお茶を飲み始めた。がしばらくすると、一層苛立たたしげに。一体その怪しげな奴らとは確かに出てくるんですかええ、確かに出てきますとも。一体、そやつは何者ですいや、 もう間もなく出てきます。もう少し待ってください。司法主任は不機嫌に下を向いてしまった。空は美しい夕日に映えて、彼方の箱根山は今日もまた薄切りの帳に隠れている。裏庭の広場でどうやら安吉老人が薪き割わり始めたようだ。きっと浴室の煙突からは白い煙が立ち上っているに違いない。 不意に司法主任が立ち上がった。右手にコーヒー茶碗を持ったまま、うめくように。お、こりゃあどうしたことだ。あんなところに。司法主任の声は震えている。あんなところに。おー、富士山が出てきた。こ、こりゃあ妙だ。 見ればいつの間にか箱根山を包んだ薄切りの帳の上へこのような方角に見うべきもない薄紫の富士の姿が夕空高く裾の辺りを薄闇にぼかしてくっきりとそびえていたあなたはこういう影の現象を今までご存じなかったのですか大月がが微笑みながら言ったいや私は 最近、こちらへ転勤してきたばかりで。おお、うーんなるほど。つまり、これは、入り日を受けて霧の上へ移った、富士山の影ですね。では、ついでに。と、大月は前方を指さしながら。どうです一つ、あの近景の小立ちを見ていただきましょうか。 地方主任は黙ってそちらを見たあれはなかなか格好のいい子達でして「よよよ!」と主任は規制を張り上げたおお色が変わってしまったなるほど薄闇の中に一層暗くなっていなければならないはずの暗緑色の子達は何としたことか疑いもなく 南部屋から見える小立ちと同じように明らかに白六色を呈している。先番調べてみましたがね。大月が言った。あれは眠の小立ちでしたよ。そら昼のうちは暗緑色の小葉を開いていて、夕方になると眠るように葉の表面を閉じ合わせて白っぽい裏を出してしまう。なるほど。 わかりました。いや、よくわかりました。つまり、川口は、あの時、この景色を描いていたんですね。そうです。じゃあ、それからどうなさったんですねえ、主人さん。と、大月が開き直った。私たちは、初めての土地へ来ると、よく方位上の錯覚を起こして、 どちらが東か南かうっかりわからなくなることがありますね。当時のあたろうもきっとそれを経験したのです。で、東京を出るときに見送りに来た白帝氏から妙な注意をされて、何も知らない川口氏は何のことかさっぱりわからず、持ち前の昇進で色々と苦に病み、金剛氏らの言うようにすっかり塞ぎ込んでしまったのでしょう。けれども、目的地について、 この地方の美しい夕方の風光に接すると画家らしい情熱が湧き上がってきて心中の疑問もしばらく忘れることができ早速この部屋へやってくるとこの窓にちょうどこんな風に現れていた影富士を見て直ちに包囲状の錯覚を起こし環境の湧くままに本物の富士のつもりでこの薄紫の神秘的な影富士を素早く射精し始めるなるほど。 けれども、もちろんこれは、入り日のために箱根地方の霧に移った影富士ですから、当然間もなく消えてしまいます。そこで、ふとカンバスから視線を離した川口氏は、ちょっとの間に富士が消えてしまったのに気づいて、初めから本物だと思い込んでいただけに、この奇跡的な現象に直面して、広くびっくりしたり違いありません。すると、その瞬間、川口氏の頭の中に、 その朝、東京を出るときに白帝氏から与えられた妙な注意の言葉がふと浮かびます。あれは確か、あちらへ行ったら富士山に気をつけなさいというような言葉でしたね。おお、素晴らしい。つまり、やっぱり私が最初から睨んでいた通り、富士山は富士山に通ずるなんですな。 ああ、確かに実に、完全無欠だ。司法主任はすっかり満月の手で体をそらし、小花をうごめかしながら、おもむろに草外に目をやった。そこには、夕風に破られた霧の隙間を通して、ちょうど主任の小花のような箱根山が、薄闇の中にむっつり眠っているだけで、もう、 富士の姿は消えたのか影も形も見えなかった。